3、首位の神戸、その神戸を勝ち点差6で追いかけます3位ベレーザの一戦です。こちら51分、ベレーザのシーン、北村縦に仕掛けていって左足のシュート、まあ、左サイド北村もチャンスを作っていきました。さあ再びベレーザのシーン、ファーサイド流れて右サイドバックの宮川、この位置裏街道からのこのシュート、まあ、このベレーザも両サイドというのは一つチャンスメイクをしていきました。そしてこのシーン、右サイド植木から土方、1対1、ただ山下が左手一本ファインセーブ、Wリーグ1年目 MVP の力を遺憾なく発揮します。さあそしてこのシーン、得点シーンです。右サイド守屋のクロス、飛び込んでいった小山しのみ、ウィングバックからウィングバックへ、もうまさに神戸らしい1点、小山しのみの WE リーグ初ゴールです。ちょっと涙も見られますね。そしてこのシーンは植木から1人かわしてシュート、ただゴール前体を張りますアイナック。さあ同点のシーン、飛び込んでいったのは村松、キャプテンがホームの大声援に応える同点弾、藤野のゴールドンピシャで飛び込んでいきました。2022-23ヨギボ WE リーグ第11節、日テレ東京ヴェルディベレーザ対アイナック神戸レオネッサの一戦は1対1引き分けで終わっています。